はい、こんにちは。今回なんですけれども、なんとね、視聴者様から情報提供していただきまして、東京にあるね、工具デコピクミンが撮れる一択スポット、こちらを案内していただきましたということでね、今回早速撮りに行こうかなと思います。もうね、先に場所行っちゃうんですけれども、豊洲駅のすぐそばにあるビバホーム豊洲というところが一択スポットになってるそうです。でね、こんな都心のど真ん中に一択スポットあるんだって思ったんですけれども、ただね、ビバホーム豊洲の中に入ったら撮れるというわけではなくて、ビバホーム豊洲の近くにあるね、その小学校がまああるんですよ。で、その小学校のあたりまで行くことで一択ね、することができるということで、今回早速ね、向かっていこうかなと思います。でね、なんで小学校にね、向かえば一択になるのかって話をね、まず最初にさせていただくんだけれども、小学校ってね、ピクミンブルーム上ではね、あの判定がないんですよね。まあ要は学校ピクミンとかってまあないじゃないですか。だからね、その小学校のあたりって、しかもそのあとあんまり飲食店とかもそんなにあることが少ないから、意外とね、小学校付近にその移ることでね、特定のピクミンの一択が取れたりすることがあります。以前ね、紹介した電池デコピクミンを撮る動画の時にも、その葛西の方にあるね、あの家電量販店のすぐそばに小学校があったんですけれども、その小学校のあたりまで来ることで電池一択を取るみたいな、まあ、そういったこともね、できたんですよ。だから結構ね、その小学校おすすめですね。小学校おすすめって言ったらちょっと違うけど、その小学校が近くにあるね、そのピクミンブルームのスポットだと一択になりやすいことが結構あります。で、以前だったら小学校以外にもホテルとかもね、まあ、かなり一択が取りやすいスポットではあったんだけれども、今ね、ちょっとホテルはホテルデコピクミン出てきちゃったから難しいんですけれども、他にね、そうだな、あとは駐車場とかも、そうか、駐車場とかもピクミンブルーム上ではほら判定がありません。まあ、ただいつ駐車場ピクミンが来るかどうかってちょっとわからないんですけれども、もし駐車場ピクミンが来てしまったら、まあ一択取ること難しくなっちゃうかもしれないんですけれども、まあ駐車場のあたりに行くことで一択取ることも結構できます。駐車場で取りやすい一択ピクミンはやっぱりね、空港ですね。結構ね、空港はね、その駐車場の方に行くことで、あの飛行機一択みたいな感じで絞ることができることが多いです。まあ場所にもよるんですけど、まあ福岡空港とかだったらちょっと難しかった記憶があるけれども、うん、なんていうんだ、一般的なちょっと、ね、都市部から離れたような空港だとね、結構駐車場に行くことで一択拾えたりもします。でね、今回はね、あのオフ会という形でね、あのみんなで一択スポット取りに行くんですけれども、あの結構ね、土壇場でのその発表だったというか、その工具デコが来てから、まあ、本当にすぐ2日後ぐらいに開催したオフ会だから、もうほぼ事前告知1日前みたいな感じでやったんですけれども、なんと4人の方が集まってくださいましてね、はい、このこちらの4人で今ね、向かっております。で、ビバホームはね、もうとっくに過ぎてしまったんですけれども、ビバホームにそのね、あの裏にパッて回るんじゃなくて、今回はちょっと迂回ルートというか、海の方をね、通って歩いていきたいなと思っております。でね、今日はね、風がとってもね、心地いい天気で、うん、最高ですね。まあちょっと強風じみてるというか、うん、激しい感じなんですけれども、ただ天気がねいいから、まあ全然いいでしょう。しかも今日この込みデーということでね、まあ1万歩も歩いていかなきゃいけないなということで、がっつりこのまま歩いていきます。オフ会はですね、メンバーシップに加入している方と最近はもう行くことが多いというか、うん、どうしてもそういった形式になることがちょっと多くてですね、はい、今回もあのメンバーシップ加入者の方々とみんなでね、オフ会会場に向かっています。オフ会会場って言ったらあれだけどさ、一択スポットに向かっています。で、まあオフ会の形式をちょっといろいろ考えたんですけれども、なんかやっぱピクミンきっかけの方がいいかなということで、うん、この一択スポットを取りに行くみたいな、それか珍しいデコピクミン、山ピクミンとか取りに行くみたいな会合がやっぱりみんな参加しやすいんじゃないかなということで、はい、今後もなるべくまあそういった形式でやっていけたらなと思います。で、このね、あのビワホームもうとっくに通り過ぎてるんですけれども、今回あのちょっと迂回ルートというか遠回りして、まあ、コミュニティでだしね、歩数稼がなきゃいけないということで、あの海側をね通って歩いていきます。はい、このね、海側がね、またね、気持ちよくてね、しかも今日風がほら
木が揺れてるのちょっと分かると思うんですけども、木がね揺れたりとかしてるからね、もうめちゃくちゃ風強いんですよ。でもねこの海側で風が強いとね、ほんと心地よくて気持ちよくてですね、最高の天気の時にオフ会やれてよかったなと思ってます。お、ちょっと間違って行き過ぎちゃいましたね。そう、ここ右に曲がることが、はい、できちゃいます。右にこんな風に曲がっていってと、右に曲がっていってまっすぐ進んでいってきます。でこのまままっすぐ進んでさらに右に行くと小学校が見えてくるんで、その小学校の前あたりまで行くことで、はい、一択になるとのことです。早速向かっていきましょう。いやでも環境が本当特殊っていうかね、僕結構ね豊洲のあたり歩くのとか、そのサイクリングとかするの好きなんですよね。高層ビルがすっごいたくさん建ってて、チャリンコとか、あとそのループ、その電動キックボードとか乗って、そのねサイクリングとかしてると気持ちいいんですよね。とにかくこの高層ビル群に囲まれながらそのサイクリングとかすると最高なんですよね。はい、ここをまっすぐ行くことで一択スポットにたどり着きました。もうこの辺の段階で、そうですね、おそらく一択になってるはずです。位置的にはだいたいこの辺ですね。はい、てなわけで今回はですね、工具デコピクミンをね取りに行くということで動画撮ってみました。皆さんもねよろしければ参考にしてみてくださいということで、今回はこの辺で以上とさせていただこうかなと思います。それじゃありがとうございました。